皆さん、こんにちは。時米です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、自分のチャンネルだからこそ、きちっと動画にしなくちゃいけないなと思ったことが起きまして、それは何かと言いますと、元 NHK 党の立花隆さんとですね、ドワンゴの創業者でもあり、まあ、エンターテインメントのプロデューサーとして、かなり高い位置にいらっしゃる川上信夫さんのですね、お二人の対談が先日行われて、まさかの川上さんが大敗北してしまって、ご本人もそれをツイッターで認められたというね、ちょっと珍事件というか、予想だにしていない展開が起こってしまったので、それについてエンターテインメントの未来の発展のために考察していこうと思っております。お互いに合意形成が取れたこととして、やはり公共性のあることに関する暴露や告発は問題がないっていうことを合意できていたんですよね。芸能人の方や他のまあ有名人の方の暴露自体を否定していなかったんですよね。そこはですね、我々庶民の側からしても、やはりその権力をお持ちで、もしくは公共的知名度をお持ちの方が悪いことをやっていた場合、それはもう世に問われて仕方ないでしょっていうことを、きちっとその既得権益側である川上さんが言ってくださったってことは、とても心強いお言葉だなというふうに思いました。もう二つ目、こちらもすごく大切なことだなと思ったんですけれども、立花さんが、もう我々の正当性はですね、NHK に苦しめられている国民を守るっていう、弱者を守るという観点で正当性がありますんで、っていうようなね、ことをおっしゃってることに対して、川上さんは川上さんで、いや、僕だって社会的弱者のために今まで働いてきたんですっていうことをおっしゃってたんですよね。ご本人は結構そこをぼやかしてしまったがために、立花さんから厳しく追及されて、そこがなんか敗北されてしまったっていう切り取りをされてるんですけれども、一応川上さんの立場に立って、きちっと僕からも、まあ、援護射撃をするとすれば、確かに川上さんがもともとやられていたニコニコ動画とか、まあ、ゆかりの深い2チャンネルなんかはですね、普段の社会ではスポットライトが当たらない、だけど面白いキャラクターの方々が配信者として、有名になっていったりとか、そういうポジティブな、サクセスストーリーっていうのも生んでいますので、そういう意味で確かに川上さんもその弱者の方に光を当てるっていうご活動はされてきていまして、まあ、ご本人も僕は僕なりに弱者の声を聞いてきましたし、その弱者の声を封殺してはいけないと思ってるってことをおっしゃっていましたので、そこで立花さんと合意形成ができたっていうことはすごく大きいことじゃないかと思うんですよね。今回なんで川上さんが大敗北してしまったのかっていうところを分かりやすく一言で言いますとですね、立花さんの犯罪性なり、立花さんの党首としての責任を追及してしまって、それができなかったからっていうことにつきます。なんかですね、最初から川上さんが議論の論点に持ってきていたのがですね、NHK 党の立花さんのあなたの監督責任があるんでしょうとか、あなたもガーシーさんを監督する責任として、犯罪幇助に当たりますよとかですね、立花さんの責任を追及しようとしてしまった点がすごく無理があるなというか、そこをやってしまってだからこそ、むしろ立花さんの手のひらで泳がされるような結末になってしまったんだろうなというふうに感じてます。川上さんが言いたかったのは、まあ、ガーシーさんに、まあ、自分は、まあ、脅されたり、まあ、あと他の芸能人や、経営者の方が、暴露するぞって脅されてるっていう、そこは、良くないですっていう立ち位置のもと、それをけしかけてるのが、立花さんじゃないですか、みたいな感じで、言うんですよね。ただですね、川上さんの会社、ドワンゴなり角川がですね、オリンピック不正でありなり、まあ、オリンピック汚職の事件で、逮捕者が出てしまっているというところをつつかれて、いやいや、だってあなたの会社逮捕されてるやんけって言われたら、なんかグーの音も出ないっていうか、そうすると川上さん的には、いえいえ、僕の会社のことじゃなくて、一般論としてそうやって暴露したりするのは脅迫だろうとか強要だろうとか言って反論するしかなくなるんですけれども、でもそれってやっぱり一般論でしかないんで、結局立花さんの、いやいや、お前の会社逮捕者出とるやんけっていう言葉の方が、どう考えても強くなってしまう
まいますよね。印象として勝つことができなくなってしまうんですよね。そこを川上さんはあんまり読めなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。今回ドワンゴの川上さんがきちっとその自分で対談の場に出てきてくださって、自分はこういう思い、こういう事情でこういう正当性があるから刑事告訴に踏み込んだんだっていうところをきちっと公の場で説明しに来てくださったことはとてもいいことだと思うんですよね。あまりにも批判だけになってしまうと、やっぱり逃げた方が得だなって思っちゃって、自分の釈明をですね、これからも避け続けて、でマスコミも忖度し続けるっていうことが深刻な面が深みにはまってしまうと思いましたんで、ぜひ僕はですね、今回この動画で立花さんと川上さんの意見の合意形成がなされた点についてきちっとまとめて、ぜひ2回目3回目とどんどん対談してほしいなと思いまして、この動画を作りました。なので今回ね、川上さんと立花さんの間で合意形成が取れた、きちっと合意形成が取れたっていうことを、むしろ建設的ないい対談だったんだなっていうふうに捉えていただいて、日本に健全な報道なり健全なエンターテインメントをもう一回取り戻すきっかけにしたいというふうに思いました。自分もですね、なるべく公共性の高い発信に心がけながらですね、ぜひ自分の経験を皆様のお役に立ててほしいなって思いがすごく強くて、このチャンネルをやっていますので、ちょっとたまにはね、こういうようなコンテンツも作っていきたいなと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ではですね、今週も皆様暖かくなってきましたが、まだ風もね、流行っていますので、お気をつけてお過ごしください。ではまたお会いしましょう。ときおねでした。バイバーイ。